はい、こんにちは。2月27日の、もう夜、もう28になりそうなぐらいなんですけど、私今日寝ていました。昨日ちょっとここの最寄り駅に仕事から帰ってきたのがそもそも終電間際で、その後ちょっと気晴らしに飲みに行ってしまったんで、ちょっと今日体調悪くなって寝てたんですよ。で、母親が今日昼間来てくれて、来たよと言ってくれて、こいつを知らなかったんですけど、ここにひな人形が置いてあるんですよ。これは何年か前にね、私もこの一人暮らしするのに願いのも置けないって、もうかなり前にこれ確かお母さんが買ってきたものなんですよ。私のためにひな人形飾りなさいと、これなんでもいいから、そんなんとして失礼だけど、まあ、とりあえず飾りなさいと、立派なのじゃなくていいからと、で買ってきてくれたもので、私これどこにあるかも分からない、この家の中のどこにあるか分からないんですよ。私は分からない。だけど今日ね、僕がよしちょっと動画作るかなと思ってこっちの部屋来たら置いてあったんですよ。いやー、もうほんと涙出そう。お母さんの愛がたまらない。もうどこにあったんだろうなっていうレベルで、まあ多分これね、3月3日を過ぎると片さなきゃいけないんですよ。それ残しとくと結婚できないとか、まあいろいろ言われがあって、まあ私はね別にそういうあんま気にしないタイプなんですけど、多分私はこれ勝たさない人なんで、多分というか、まあ勝たさない人なんで、多分お母さんが勝たしにしてくれるんだけど、もうそういうのはもうやっぱね、母の無償の愛、無限なる愛、もう本当たまらないなという動画でした。皆さんもね、こういう一つ一つのお母さん本当たまんないですよね。バイバーイ。